写真拡大。ソフトバンク王貞治球団会長78が18日東京内幸町の日本記者クラブで講演を行い、巨人長嶋茂雄終身名誉監督82の退院を喜んだ。長嶋終身名誉監督は胆石を患い、昨年7月から入院、治療を経て現在は自宅でリハビリを行っていることが明らかとなり、王会長は良かったなと思う。長嶋さんは特別元気で輝いていてほしいと笑みを浮かべた。巨人キャンプ訪問を含め長嶋終身名誉監督の今後を見て、胃がんを克服した経験を持つ王会長は春から夏にかけてまた元気な姿で野球場に出てきてほしい。野球ファンだけでなく日本中の人が待ち望んでいるとエールも送った。この日は平成をテーマに講演し、巨人とソフトバンクの指揮官として戦った2000年の日本シリーズ応援対決についても言及。長嶋さんと結果的には最初で最後の戦い、2000年という年は特別な年だったと今でも思うと振り返った。